変わっていいですよね。その持った人に合うというそうかね、そのね。人なりの姿形になってくるんでね。ああ、いいな、その人なりの姿形、いい作品が作れるはい、ように頑張りよろしくおま願いしす。ます。はい。このベージュを生かしたいんですね。綺麗だから一体化するっていうか なんか心地のいい感触があるアクセサリーというか、そういうのって意外にないなと思って、ずっと続けてきてるんですね。この絵描くこともデザインすることも、その10代の時のファッションも自分で着たいものを作って、で絵も描いて作ってっていう、これ実際10代の時に作った服なんですけど、セーラー服作りたくて自分で型紙 作って実際着てましたね。本当に今自分がデザインしたものが形になるっていうのがもう嬉しくて仕方がない。出ることも表現だけれど、作ることも表現で、また何かコラボレーションして生み出すっていうことがすごく楽しい。フェズに来てるから、なんか私のこう気持ちを使っていろんないいものを発信できたらな、残していけたらなっていうのは思いますね。なんかこれまでアクセサリーってこう可愛いものとか気に入ったものっていうのをもう第一にずっとつけてたんですけど、もう一声新しいものが 自分でも欲しいなと思ってた時に、栃木レーザーさんに行ったから、本当に革を育ててるなっていう印象があったんですね。ずっと愛せるアイテム、この肌色と革がすごく相性がいいから、ちょっとヌードに近いアクセサリーっていうのがいいなと思ったんですよね。金属アレルギーの方も身につけられる革のアクセサリーって見たことがないから、やっぱ見たことないものを革を通してトライしたいなって思います。